私どもで現在ですね、役員報酬最適化ということを活用しまして、役員さんの分の社会保険料節減支援をしているんですけれども、平成15年ですね、4月以降ですね、社会保険料の計算にですね、総報酬制という仕組みが導入されまして、それ以降ですね、なかなか社会保険料を節減するのでですね、効果的な方法というのがあまりなくてですね、皆さんお悩みだったと思うんですけれども、現在では役員報酬最適化、役員さんの分の、役員報酬ですね、年間総額は変えないんですけれども、支払い方を変えると、そうすることによって役員の社会保険料が大幅に安くなると、こういうことが現在可能となっておりますのでね、ご興味がございましたらぜひお問い合わせください。